立憲民主党の野田元総理大臣が地元千葉県の JR 津田沼駅前で党代表選への立候補を表明しました野田氏は再び内閣総理大臣を目指すそういう決意を固めたことを表明をしたいと述べましたまた世襲の禁止や本質的な政治改革を自らの手で実現をしていきたいと強調しました 記者会見は来週に開くということです出馬表明は枝野前代表に続き2人目でこのほかに現職の泉代表や当選1回の吉田晴美衆議院議員らが出馬に意欲を示しています代表選は来月7日に告示23日に投開票となります